はいどうも一般人でーす。というわけでですね、今回はねこれ買ってみた。見ました。落ちてしまった。マイクロタッチプリン TRIN なんかねテレビショッピングうちの味がまたねポチッと押してしまいました。というわけでね今回は髪の毛ねこれで切れるのかどうかちょっとねやってみたいと思います。一応ね髪がこぼれないようにこれね。電池でやるらしいんだよね。電池充電式かと思いきや電池です。こういうねセットが入っててこれでね適度な長さに切ることができる。まずはねこの電池を入れます。電池はいいよね。こういうのね充電池が大体ダメになってダメになるんで、こういう電池だとダメになってもすぐ電池はね交換すればいいと。スライドすると、ね、開きました。あ、違う、これ伸びるだけだね。なんか電池のボタンがあるのかな。これ電池のボタンがあって、電池のボタンあるけど、どうか。電池のボタンを押しながら引っ張ると取れましたね。ボタンじゃないね。多分これ押しながら下を下げるんだよね。違うか。結構暑いから今日、ね、これどうやるの。あ、オープンって書いてあるね。ここにオープンって書いてありました。これをオープンこうだね。回して、あ、回したらね開きました。そしたらどの方向か、この方向にね入れるって書いてあります。プラスは下だね。プラスを下にして入れます。2つがね入れます。そしたらこれを閉めます。ある程度ね少し伸ばせるらしい。早速切ってみましょう。電源はです。ちょっとね雷が鳴ってるから、そうだね、あんまり一気に切っちゃうとまずいんでね、これぐらいにします。何ミリだこれ、13ミリって書いてある。こういう感じで合わせて13ミリならいいと思うんだよね。あ、よくない。じゃあちょっとね横を切りましょう。なんかねここにこう頭の部分を合わせるとか書いてあったね。確かこういう感じ合わせれるけど、あ、切れてますね。これ多分13ミリで切れていくんだと思います。ここもね、あまり、あ、でも切れてるのは切れてるね。結構LED で見ながら切ります。なんかでもあんまりこうバリカンみたいな感じじゃなくてちょっとずつ切れる感じだね。テレビで見た感じだと簡単にやってたけど、あんな感じが本当に大事なんでしょうか。これでもいいの。これ癖っ気なんだけど、なんかこういう感じでいいの。
あんまり切れてる気はしないよ。ちょっと上もやっちゃうから。上がいっぱい伸びてるんだ。13ミリだね。上はちょっとね、長いんで。あ、結構切れてますね。13mm だと見えすぎなのかな。そういえば、まあ、でも上もね厚いんで、まあまあ切れてますね。こっちもやってみるか。なんかあんまり切れてる気はしてない、ね、なかなか今あのコロナ禍で床屋もね安心していけないっていうか、ちょっとなかなかいけないんで、こういうふうに、ね、自分で買ってます。今10回使えば元が取れる、ね、ただちょっと大丈夫かこれ、大丈夫かわかんないけど、切れてんのは確かだけど、大丈夫かどうかはわからない。13ミリって割と短いからね。あ、でもなんか、こう、溶かし、紙を溶かす感じで、切れてんじゃねえかな、これ。切れてますよね。あ、なんか、鍵が見えてきたけど。まあいいか。鍵が見えてきて。もみあげとか、なかなか、もみあげってますね。切れてはいいね。どんぐらい切れてるかわかんない。ちょっとね、まあ、節約するにはこれぐらいでいいんじゃないでしょうか。どうでしょう。ちょっと変かもしれないけど、まあいいのかもしれないです。もみあげはもみあげで別なのかな。結構ね、毛がいっぱい挟まってる。これなんだ。これなんかもみあげっぽい。これでもみあげやってみる。あ、温度がダメだ。使い方違うかもしれない。はっきり言えば。感じで、枯れました。皆さんもよかったらね、あんまり大体でいいっていう方はやってみてはいかがでしょうか。また会いましょう。バイバイ。微妙かもね。